ブランボルールは日本の競争馬、繁殖品馬。主なカチクラは2015年の箱館2歳、ステークス、2016年のキーインランドカップ。馬名の意味はフランス語で白い幸福。2013年4月9日に北海道ニーカップ町のノースヒルズで誕生。鳥取県大仙ヒルズでの育成時代から、 母譲りのスピードと仕上がりの速さを感じさせており、早期デビューに向けて調整が進められた。立党、中竹和也旧社に入級。2015年6月27日の函館芝1200メートルの新馬戦で、岩田高生とのコンビでデビュー勝ちを収める。新馬戦後に走りが良化し、長距離で小馬を煽る動きを見せた。函館二歳ステークスでは一番人気に押され。 二着にシ馬ハ反差をつける圧勝で世代初の重賞勝ち馬となった。この勝利で七ディープインパクトはグレード制導入後8頭目となる JRA 全中競馬場重賞制覇を達成した。三ヶ月半の休養を挟んで出走したファンタジーステークスでは遠くびさの三着と惜敗する。叩き二戦目で初のマイル戦となった阪神ジュベナイルフィリーズでも メジャーエンブレムの3着に入り、世代上位の実力を示した。2016年の春シーズンは、馬体源に悩まされ、結果を残すことができなかった。NHK マイルカップ6着後、大戦ヒルズで、リフレッシュに成功。キーンランドカップは、プラス2 0ラムと馬体を回復させ、逃げ込みを図る習字を、ゴール前でかわして、重傷2勝目を挙げた。 その後は目立った成績を残すことなく2017年8月のキーンランドカップ11着を最後に現役を引退した。引退後は同じくノースヒルズ所有馬のフィドゥーシアと共に繁殖品馬としてアメリカ合衆国に渡った。初年度はキトゥンズジョイと交配された。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。